はいどうも、モーニング娘。のプロデューサー、つんくです。皆さんご存知かと思いますけども、4月いっぱいまでですね、モーニング娘。の12期生の未来少女オーディションのメンバー募集を、してまいりました。たくさんのご応募ありがとうございました。合格の方はですね、書類審査合格の方はそろそろその合格通知が届いている頃じゃないかと思いますけども、4月末で締め切りましたが、まだ5月に入ってもですね、続々とまだ間に合いますかっていうね、問い合わせやそして応募があったりしますんで、なんとか私まだ頑張りたいんですっていう人がいたらですね、その開催しております会場にもう直接来ていただきまして、書類を持ってですね、来ていただきましたら、その日にも書類審査そしてもう一次審査までをやっちゃおうかと思いますんで、その4月までの書類合格者と一緒に次のステップに合格すれば上がれるという仕組みを組んでみようと思いましたんでですね、ギリギリまだ間に合います。札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡にて審査をやってますんで、その会場にそのある現場のある日に書類を持って来てください。そこから書類審査から始めますんで、そわそわしながらやるよっていう方はね、どんどん応募していただけると思います。ということでですね、詳しいことはですね、オフィシャルホームページ等で、チェックしてご覧いただきたいと思います。当日はですね、書類とそしてアカペラの歌チェックがございますんでね、好きな曲1曲決めてきてくださいよ、お願いします。ということで、続くからのお知らせでした。